さあ今回もローマでイタリア征服していきましょう。さあ前回ね、青の軍と戦い始めて、まあ一気に奪っていっているわけですが、さらにね攻める準備していきましょう。でちょっとね、いろいろ足りないと思うんで、一気にもろもろ進めるために、まあ、後方からね弓を作り、前方これねめっちゃホプリタいるんですよ。ここだけで 1,2,3,4,5,6,7 ホプリタいるんで、4、あー待ってね、弓も入っちゃうか。4ホプリタイ、弓はあこれか、ちょっと後で調整するとして、彼らはここだね。弓はキャプチャー続けて、でスカウトがねもうちょっと位置おかしいんで、でもここ3人いますからね、新しい場所に派遣していこうと。この子はまあこっち入れとくか、とりあえず前に動かすと。でこの槍は治安維持として、ここと、よし出たね、ここ行って、今反乱起きそうですね。で抑えにこう向かわせようとしているんですが、それはスルーして、この槍部隊はここで、この前3歩プリ隊がここで、で今めちゃくちゃ来てます労働者をここに入れると、の上で前にいる労働者を入れて、若干足りないですかね。ここにすでにいるんで2人派遣して、中のこの奴隷を動かすと、の上でこいつを動かしてでマインをねより効率よくしたいから上げてっていう状態ね。でホプリ隊は移動して。いい感じだね。ちょっと食料ないかな、食料が欲しいんで、後方からか、あここからも作るか、持っていってローマから持っていこう。ある箇所からも全て持っていくんだと。進行準備、まずこのキャンプを軽く取って周辺を軽く押さえてね、そっからもろもろやろうと思ってるんで、取っていただいて、このホプリ隊はどうかな、取ったら適当に前に行ってもらって、君はどうしよう、弓ここ行くか、積んでいただいて、で再編と、結構今ね予算がないので、壁を消してマーケット上げて、壁を消してと。で奴隷捕まえて、この奴隷はもう周辺適当な場所に打ち込んでいこう。君はここの木かな、つながってるんですかね。君はねここの畑入れようか、君も畑で終わった。この子たちを前へ、でここからいいか、一旦ここで行ってみよう、向かう向かう。捕まえちゃおうか。で労働者2人入れといて、君は木だね。あーでも入っちゃってますが、ここいらないんで
あ、いいね。裏から取りに行って、もうちょっと前見るか。まあ、この緑はね、すぐ戦うんですけど、まあ、今は見張る程度にしといて、ってことは拠点ここだな。作っちゃおう。ここも欲しいかな。ライン形成しといたろ。先に。で、出れば多分取れるね。この辺一大ローマ圏なんで、テリトリー的に出ればどっかでも食料入るから、それをいただいて攻めてと。超ほぶりたい。超ほぶりたい、いけ、超ほぶりたい。ローマ3、これ全部ローマ3、ローマ3、これどこ、うんぶりさんか、うんぶりさんですね。で、食料をまた前へ。あとじゃあ直近の適用かな、こういう新しいところにも送っといて、こいつここかな。じゃああとは余ってる場合前へと、これ繰り返そう、これマストですよ。反乱がしそうだよと無視してね、持ってって2つ持ってってと。好き放題やってます今ね。あ、取ってる取ってる、終わったね。この辺は裏手からいけないんじゃないかな、これ。ちょっと待って、押したろ。あ、いけるか、よし、使えますね。周辺制圧と、奴隷取りと、裏取ったし、で周辺取った上で、ちょっと労働者ね、ここに持ってきたいんですけど、2人じゃ足んないよね。取ってたのか、言ってくれないと。こいつが邪魔なんだな。裏道入れといたろ、スカウト押せないですね。はい、キャプチャーキャプチャー。ホプリタイは3ホプリタイか、まあ、ここに置いといて。お、いますね、やる気かな。敵もホプリタイいるんで、これは中行ってみるか。入れない、あれ。オッケーオッケーオッケー。めっちゃ分厚いここ。いつでも行けるね。4ホプリタイ、ホプリタイ援軍待ちたいね。ホプリタイ待ち、まあ、ここもありますし、ちょっと同時にこう画面に収めながら状況を見て。労働者入れたら正直いらないんで向かうでしょう。上げた上で1人入れて、で低いみたいなんで 125% かな、 150% やりすぎなんで、いつもね。そこまでいかずに抑えてやって、この3人を前へ出して、取ったらいいですか、これ繋いで、かな。で、ここはもう戦争準備といたしましょう。壁作ります。ここもつないじゃおう。ここも
壁作ります。敵の情報を見て、ここ作れないかな。あ、裏か。あー、そこね。ルート的にあったら嬉しいですけど。なんか奴隷いますね。この辺だと適当に余ってる場所にいるのが理想かな。まだ来てないか。まあ、じゃあ進軍しよう、そろそろ。来たね。多分襲いかかってこないかな。まあ来たら行きますしね。で、裏手から行けるんで、どっちから合わせようかな。もうこれ正直ね、進軍するしかないんで。うん、一気に行くかですね。これちょっと取っ払って、2人入れて、ちょっとここパパッてやってさ、さっさと行ってしまいたいね。2人ここは3人か。畑入れて、食料は大事ですからね。誰が言ったか分かんないな、こいつか。よし、もうこれでいいね。こちら把握して、お、裏来てるね。本当はこれ待つ予定だったんですけど、よし、どういう戦いかな。オッケー、捕まえて、ではここからも行きますか。先にこっちですが、ちょっと食料が足りないんで、荷車待ちだね。ちょっと持ってくればよかったね。112025 ないわ。か、あ、ローマ内じゃないんだ。じゃ裏手に戻りまして、さあ包囲始めて、よし入ったね。一旦戻らないといけないんで、ならこいつは出しとくか。出しといて、ここ出しといて遠距離が思ったより少ないですね。裏手からは遠距離部隊出そうかな。こっちね、90か。90だと足んないかな、さすがに。こう持ってこれればいいんですが間に合うでしょうか。さあ工場戦始まっています。中には、ホプリ隊もいますね。お、めっちゃお金プラスですね。ローマから行きたいけどな、どうしよう。このローマ歩兵ですね、出したいですけども、遠距離行って、こうスーパーローマ歩兵はここから出そうかな。100人
まあ、ないか。まあ、今は敵のホプリ隊の反撃を警戒かな。まあ、絶対出てきますからね。で、国境ギリで増えるの待って。これまずいな。入れ替わりましょう。一こっちで代わりに君かな。大理石人。あ、二人しか行ってない。そうか。真相分かったんですが、ってことは。この辺を置いた上で橋を作ると目の前でね。まあ、同時進行だから、いやでも裏からこれ出てきたらちょっと怖いかな。さすがにね、ホプリタ1は欲しいんで、ちょっと先行ホプリタ行こうか先行ホプリタ行って もう出れるんですが、ちょっと少ないかな。先行で行くと危ないんで、あ、出てきたね。ホプリタイ、ホプリタイと。ってことはまずこの前に出ている部隊を潰す方がいいだろうと。で、方位はこいつに任せて、よし、ホプリタ行った。終わったね、壊滅。気持ちのいい勝利で、方位戦入って、あっちも進んでと。ちょっと待ってよ、これは画面が忙しいぞ。治安維持はこの2部隊に任せて、前線合流。君はどこ、ホプリタイさん、ローマさんね。ローマさんなら戻れば、いればたまるかな。なんかこの辺全部ローマっぽいんで。あ、でもちょっと食らってる子いますね。君どこさん、ローマさんね。ローマさん、あ、でもたまってますね。もうこの辺全体がローマさんなんで来るんだろうなと。食料来なかった。出せ出せ出せ、吐き出せそれお前らじゃねえぞそれは。我々弓部隊のものですよ。足んないですけど。よしで落ちたね。よし、ナイスナイスナイス。でちょっと掘れば欲しいかな。あ、そうか、これが暇なんだね。君を置いて、ここでしょ、都市あるの。行きますか。こいつ戻りましたが、もう必要ないんでね。まあ一応合流するかな。拠点には行かなくていいんで、行ってもらって。とか正直いらないんでね。どうしよう。あれ、ホプリタってなんか命令しないっけ。さあ、方位ちょっとあんま見てないですけども。あ、よし、来た来た来た。裏手も来ましてね。弓も撃ってと。完璧ですよ。おらおら、どうした
全方位からの方が気持ちいいね。この辺、あーでも取らないといけないか。よし、ようやく来たんで行ってもらっても、拠点作ろうか。じゃあここね、ここ無理、よしよし、もうちょいもうちょい、お出てきたってことは落ちるね。まあここ危ないんで、ようやく動き出すよもうちょっと近場に置いとけばよかったかな。あ、いますね。どうしよう、命令が不十分じゃないかなと。よし、あと1部隊。あ、落ちた落ちた、よし。でホプリ隊もなんかボロボロマーク出てるんで、あるじゃないですか、作って。さすがに厳しいんで一旦中入れて合わせれるかな。やられちゃいましたね。これ一旦、あ、よし来た来た来た、出れたらいけますよ。繋がろうか。めっちゃ遠いですね。前はどうなっているのか。あ、落ちた、早っよしよしよし、さあ怒涛の勢いでね、終わりました。ね、この辺はあとどうなんでしょうね。こっちにありそうですが、青は残り、あ、ゼロないですね。新しいライオン見つけましたね、多分。1万5000。これは前回見つけたかな？いつあったかわかんないですけど、ライオンがいるよと。さあ、今回は圧倒的ホープリ隊軍団で全方位から攻め込むというね、高度な戦術でもって、蹴散らしましたね。まあ、特に被害を気にしなかったので、割と、まあ、最近の戦いの中では、部隊が、損耗したかなと思うんですが、まあ十分ねいけただろうと。これ使わなかったね。外して一応反乱の機運が高まってやがるんで、ここはどうしたもんかな。こことここね、そこはさ、なんか部隊増やして140%にしよう。ここですね、問題ね。140%にしとけばとりあえずいけるか。根本問題解決としてやっぱ軍の派遣が一番早いのかなと思うんですけど。よし。だこれが最後の抵抗だったわけだね。ローマか、帰ろう。こっちかな、じゃああとは。戦後処理チーム出しましょう。スカウト前へ。ちょっとスカウト足んないかな。で、船がいますね。あれはどうだろう、何かしてくるだろうか。こっちスカウト少なすぎない？一人しかいないんだけどこれはきついぞ。お、
でまだ嫌がるぞここに。でしょうね。ホプリ隊としては3ホプリ隊は移動かな。ホプリ隊不足どこかな。こういて、いて、まあ緑やるんで、じゃあここら辺かな。大移動です。ホプリ隊大移動。で、こいつは一旦中入れて、先を見よう。間違えた。流れるように舞台作りましたけど、欲しいのはスカウトです。ここら辺まで行きたいかな。よし、ドゥンドゥン落としてますね。君も移動だね。一旦一箇所に集めてから分ね、分けた方がいいんで、ちょホプリ隊それ用にして、こっからはいけないのか。ひとまず移動して、あ、ローマ溜まってるね。あ、ここローマか。じゃあ場所とかな、ユニットによっては選ぶみたいですけど。あ、いたね、ライオン。これか。あ、それ作る感じ？作る感じならちょっとやめてほしいですけど。まあ、こいつらね、いつね、行ってくるか分かんないんで、対策はしといて。置いとこうかな。いや、いいや。ワーカー、そこまで持ってくの大変ですよ。これ作んないわ。我々が作ろう。120人いますね。こっから作ろう。じゃあひとまず3人で奴隷入れて、2人、めっちゃ馬車あるね。持っていくか。同時進行もありかな。こんだけホプリタやればね、いけるだろうと思うんですけど。どここれ持ってこう。こうかな。合わせて15人。で20人で、あと20人ずつ欲しいよと。17人か。微妙だね。魚入れて、いちいちで命令を。よし、来ました来ました。で取ってできたね。ここは？こう全体を同時で進めていくんだと。2人入れて、こいつどっか違う場所に。でこれ治安維持用なんで、ここ置いて、これ1人でいけるかな。あ、いけるね。よし、から全部やるか。じゃああと3作って、こことね、ここら辺マインが2つあるんで、2人向かう必要があるよと。ああ、そいつのかなら、触れちゃダメですね。拠点は欲しいな、この辺。
作るか。作ろう作ろう。ここは作ろう作ろう。作ったもん勝ちなとこありますから。これ橋で橋つないで、橋とここつないでやるね。よし、君は奴隷か。そこ入って、移動が早かったのかして、ちょっと足んないんですけども、片方が19人だね。あ、足んないか。まだ作る必要がありますね。で、収支がプラス245、いいですね。これは取ってんのかな。前線も固めて、橋でも欲しいね。橋作るか。橋作ってここ作ったらおかしいですけどね。40、20、20と、あとここに1人分欲しいので、君だね。入ればコンプリート。もう戦後処理終わりかな。あ、これもあるか。一応この橋は欲しいかな。取るだけ取って、で、食料輸送が済んでて、これはじゃあここかな。これめっちゃあるんじゃない。そうでもないか。さあ、準備終わりましてね、弓部隊出陣ですよ。ここだな。下上で新しい弓部隊作ろう。60人だからなかなか増やせないですね、簡単には。やっぱローマから人出てんのか。ローマに人が全くいないね。ホプリ隊が傷ついたらローマから出てるっぽいんで、常にローマが人口がいないと。さあ、スーパー武装解除。橋食料あげときたいが、そんなに周辺に食料はないと。よしよし、これ1個置いとこっかな。そうそう、ここ欲しいですね。動くんであればないと。で、1なので125くらいかな。よし、いい感じです。とりあえずね、青滅ぼしました。戦後処理もね、終わりで終わりだろうと。次に狙うこのイルカレスが敵は1万あるわけで、我が軍は3万と。でライオンとは戦力差が、ほとんどないね。いや、あるか。うちが倍ですけど、敵の町が21個あるわけで、これこっちにあんま注力してないんで、多分裏手に本な狙いがあるんだろうなと。で、この木、何色だ、まあ、汚い茶色の色、茶色に近い黄色、茶色かな。もうこれは茶色としましょう。
茶色いライオンの勢力は、まあ、あと黄色いライオンの勢力もいるんですけど、この辺にね、あ、両方ちょっと茶色っぽいな。紛らわしいよ。ライオン、ライオンね、これね、両ライオンがいて、こっちのライオンはこの緑と同じように、まあ、我々と違うね、ソードマン、盾を使ったなんか大きな盾を持った剣の部隊がいるんだと、まあ、ちょっと違った文化を持つわけですね。まあ、北方ライオンに関してはね、ユニットあんま見ないんで知らないんですけども、まあ、スカスカだね。まあ、うちも一緒か。釣り行ったら国境周辺なんとか作ってはいるよといった段階ですが、あ、そうか、ここが包囲してんのか。ここ取りたいね。ここ取るとライオン行かないといけないか。片方は違うんですけど、こっち側ね。これ滅ぼしてこの辺安定もいいな。一応これ壁作るか。さすがに無防備じゃない。まあ狙いは緑か。どこでもやれるんですけど、まあ、町が多いとね、ちょっと大変なんで、戦後処理とか考えると少なめ、16個あんのか。16個はきついな。2個、ここ軽くちょっと潰すか、ワンパートで。2個でしょ。ここと、あ、ホプリタいるね。ヘビーホプリタイ、これは強いよ。ヘビーホプリタイの潰し方は、まあ簡単に言うと、決戦を避けて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 、最後包囲戦で包囲したところで全員で撃って殺すっていうね。それが一番いいだろうと。野戦とかあんましたくないかな。か、まあ、向かってきていただいてボロボロにすると。でこれやっぱね、こういう少ないとこはあんま雇うお金がないんで、雇わないから人がめっちゃ余っているということなんで、野戦で勝ってもね、補充されてしまうんだと。それを考慮すると、もう一個の都市が分かれば、ちょっと見とくかな。分かればですね、その片方側が例えばバラックスがないとしたら、まあ、そっち側をおとりで攻めて、時間かけて攻めてホプリタイ動かすと。で待ってホプリタイが戻れないとこになったら、ホプリタイ作れる方を攻めて、ホプリタイ作れなくして戦うと。どっちかですね。処理終わったよね。まあ今大移動中なんで、することはそうないだろうと。ちょっと奴隷をまあ適当に入れとこうかな。じゃあこれ何マークだろう。食、あ、倉庫ですか。倉庫マークっぽいですけど、もう奴隷いないっけな。ワーカー2人暇そうですけど、それ使おうか。スキルポイントあるんですね、これ。あ、ワーカーっていうかね、奴隷ワーカーですよ。全然入れてないじゃん。この辺40ね。あ、待ってろ待ってろ。そんな要求したらね、殺されるとも知らずに。あ、ちょうどいいや。ここ2つ入れて、もっと稼いで我々の野心見せますか。どっかバラックスあるよね。あるね。在地ホプリタイが在地ホプリタイが出てくるだろうと。敵ヘビーですもんね。ローマヘビーホプリタイどっかいたっけな。ローマヘビーホプリタイ使いたいね。援軍出すのがここに、ちょっとそれはめんどくさいですね。あ、持ってこうかな。じゃあホプリタイはでも作れるしね。今それ言ったら何でも作れるんだけど、どうしよう。どんくらいいればいけんだろうね。まあ、この辺が取れるんでありがたいと。いや、人も食料もあるんで、攻める分にはね、非常にやりやすいから、そう、食料をね集めます。
ゼロにしちゃった。ごめんね。対はないんだ。2回までか。3回やるとね、住民が怒るみたいです。明らかなね、戦争前準備行為。敵もこれは怖いでしょう。ここもまあ壁はいるよね。都市落ちたら最悪ですからね。前線が見えないな。あそこでいいんでしょうか。今ちょうど秋なんで、この時期にね、多分食料調整するのがいいと思うんですよ。でここ人いないんで、もう無価値です。これかってか、あ、これライオンだ。ライオンスルーしていかないといけないのか。と、あれ2つですよね。2つだね。じゃあ上げれるんで、ちょっと守備力上げようかな。ここでローマホプリティとか使いまくってるんでね、防御力はあった方がいいだろうと。あ、見つかったね。うわ、アバラックさんのか。でも2じゃないんでね。いや、遠いってこれ。多いな。ここかな。じゃあここ作ろう。おおよそ北から攻めるのは大変だろうと。でこれ柵作れないかな。なんとかルートができればいいんですが、まあここにしましょうか。まあ一応この軍の包囲もしてるんで、まあ何かがあればね、戦うと。お、待って待って、これ石の壁じゃないですか。うわ、ガチですね。古代でこんなのが見れると、うわいいな。これ100するんでしょ。でもわ、めちゃくちゃ強いよこの部隊。精鋭部隊がいますね。落ち経験値たまったでしょうか。400100800010600100100。うち分散しすぎか。精鋭軍がいないね。まあ、1000ポイントのこのウェポンマスターマークスマンをベースに作るんで、1000があるかないかで判断するんですが。よし、来た来た来た。マークスマンで、まあ、敵のその拠点からね、反撃されない距離から攻撃するという。それを得るだけでかなり違うんでね。これ超無駄ですね。移動しよう。よし、 OK。 あ、もしかして戦っちゃった。あ、いいんだ。なんかマイナスになるのかなって思ったけど、プラスであるんだね。どこだっけ。これか、まだ作ってないか。とりあえずね、ここらにします。そうですね、まあ狙いとしてはこのライオンも滅ぼしたいし、結構周辺多いんでね、どれがいいかは決めかねるかな。まあ、上のクマみたいなやつが8都市で、近くライオンが6。まあ小さいのから滅ぼしていった方が、まあ、20個とかのとこだと戦線が伸びるんでね、どっかで和平とか、まあ、敵も提案してくるんで、そういうのを考えざるを得ないだろうと。こういうドルフィンの場合ね、ドルフィンとは1回ぶつかって勝って和平でもいいかな。でも規模的に16でしょ。あれ16だっけ。あ、21、こっちが21か。多分だってさ、これで1621って言ったらこうじゃない、縦で割ってないかな。この辺にそんなないと思うんで、
この辺で止まるっていうのもありかな。